どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、昨日に引き続き無課金キャラの交換所解説やっていこうと思います。はい。でね、今日話すキャラに関してはこちら、でん、黒メダル5枚のダースモールですね。このキャラを交換するべきかについて話していこうと思います。まずコストが黒メダル5枚とかなり高くて、な、達成報酬のマニアックス2をね、ある程度クリアできた方は、比較的20メダル確保できてると思うんで、結構交換もメドに入ってるかなとは思ってます。はい。で、まあ、そもそも黒メダルが足りねえって人に関しては、もうどう相手も交換できないんで、諦めてもらう必要があって、で、黒メダルが余ってる人に関しては、交換できるかできないかって感じになっておりますが、今日はまずね、ダースモール交換するべきかについて話していこうと思います。はい。で、このキャラですね、まず、ステータス、まあ、性能を話すと、覚醒自体はちょっと尖りまくってます。はい。バインドスキルプラス10強、非コンボ強化3つ、闇コンボ強化3つと。で、聴覚がスキルプラス、雲、操作負荷で、まあ、封印とかもないしね。もう本当に火力とかって感じなんだけど、自身の火力は実況しかないんで、そんなに高くはないです。はい。ただまあ、非コンボ強化3つ、闇コンボ強化3つでパーティー全体の火力を上げれると。で、自身の火力はそんな高くないって言ったんですが、それにはもちろん理由があって、まずステータスが5281と、かなり攻撃力が高い。そして、スキルなんだけど、3ターン自分の攻撃力が50倍、ランダムで非闇火力ドロップを3個ずつ生成が5ターンスキルです。でまあ、このスキルがどんぐらいやばいかっていうのをちょっと一回紹介しますね。じゃあちょっと実際にね、まず使ってみようと思います。はい。で、まあ一回ね、まあ50倍の攻撃力エンハンスをかけますね、ダースモールに。で、まあちょっとわかりやすく 2Z と組み合わせてみますね。で、これで1列組んで5コンボ組むじゃないですか。火力覚醒一切なしで20億出ます。はい。10コンボ強化しかないんで、こいつ。比率強化だけの火力、ちょっとコンボ強化とかのね、火力覚醒はなしで、これで、ずらすだけで17億。やばくない？これが、このダースモールのヤバさかな。で、2Z グループと組み合わせると、列強を散々積んでおいてあげれば、もうこれで無限に火力出せるみたいな感じだね。で、またここでダースモール打ってあげて、みたいな感じで使っていけます。はい。本当にね、火力が高いんですよね。で、なんか 2Z 溜まってるんで、ちょっと一回こっち打ってあげて。10C 組んだら、まあ、もう言わずもがなって感じなんだけど。はい、こんな感じかな。9コンボ、10コンボ。さあ、10コンボ組むと、もう当然のごとく42億。複雑性も23億ぐらい出ます。で、実際なんか、こういう周回寄りの使い方でも普通に強いし、単純に攻略においても、毎ターン42億出せる火力枠として使えるんですよね。なんでかというと、通常攻略なら毎回のに10コンボ組むから。そう。毎ターン42億出せる火力枠。で、まあ2ターン休憩して、また毎ターン。まあ3ターンかな。3ターン42億出して、で2ターン休憩してって感じで火力出せるんですよ。だから、とにかくアタッカーとして強くて、自身の火力としてはぶっ壊れてるキャラになってます。はい。まあ、そんなダースモールなんですが、まあ、今日はね、このキャラ交換するべきかについて話していこうと思います。はい。まず、黒メダルに余裕がある人ですね。まあ、ある程度余ってますよって人は、もう即交換必須。何も考えずに交換していいです。はい。絶対取っといてください。やっぱね、この火力っていうのは、普通に周回においても強いし、全然何かしら使い道があると思うので、とりあえず確保しておいて損はなし。20メダルに余裕がある人、まあ、黒メダルかな、余裕がある人は、もう絶対に確保推奨です。で、黒メダル、カツカツな方。いやー、もうちょっと、結構ギリギリだなぐらいの人いると思うんですよね。そういう人は、マジで、僕ね、交換今回、もうスルーしてもいいかなと思ってます。で、まあもちろんね、何も考えずにダースモールは交換しなくてもいいよって言ってるわけじゃなくて、黒メダルいっぱいある人は絶対取ってほしいんですよね。ただ、黒メダルめっちゃカツカツな人、もう例えば、ここで交換しちゃうともう次の黒メダルキャラ取れませんみたいな人は、なんか最近のパズドラの黒メダルキャラの性能を見てると、なんかもっとやばいキャラバンバン来そうなんですよね。正直。これが最強になるとは思えなくて、もっともっと強い黒メダルキャラも来そうなんですよ。ってなると、ここで結構交換したともう先がなくて、で、このキャラもちろん強いんですよ。もちろん強いんだけど、まあ、冷静に考えてほしいのが、じゃあこいつ本当に強いのかって話なんですよ。そう。まあ、もちろん周回においては優秀なんですよ、50倍エンハンスっていうのは。ただ、今周回編成ってどうですか？実際42億なんて、ね、別にこんなスキルじゃなくても出ますよね。例えばね、ダイとかだったらね、今もう5体入れてあげれば極連簡単に周回できるじゃないですか。で、ダースモールを2体確保してあげれば一応極連周回編成あるんですけど、1体だと正直別にこいつ完走したところでそんな意味ないんですよね。そう。
なんでかというとこいつ完走したところで他のキャラも完走する必要があって、3体入れてあげれば1体全部完走してダースモールだけで周回できるんですけど、あの1体の場合ですね、1体の場合に関して、まあだからリダフレ含めて3体なんだけど、1体の場合とかリダフレで2体の場合ってマックスでも168億しかないんで、まあ別にそんな強くないと。じゃ結局サブで火力出さなきゃダメだからね、どっちみち火力が必要で、まあ別にあんま変わんないと。で攻略に関してはそもそもこんなスキル打たなきゃ完走しない時点で弱いんですよ。いい例が、まあ、五条いますよね。あいつ42億しか出ないんですよ。で、最近のキャラで言うと、ハンソロ。ハンソロなんてあいつ、もう42億しか出せないんですよ、逆に言えばね。じゃあ、このキャラ、ダースモールっていうのは、スキル枠をなくした上で42億、そして副属性42億の84億出るんですけど、正直今、そこまでするんだったら、絶対ハンソロとか五条とか入れた方が強いです、絶対に。なんでかっていうと、スキルが使えないから。例えばダースモールに吸収無効潜在、吸収無効覚醒つけ、吸収無効武器つけてあげて、気工場で使って、その後ね、あのスキルエンハンスで使っていくとかだったら全然実用性あるとは思うんですけど、勝負そこまでして入れたいキャラではないし、だったら、ハンソロとかで、ケサドロップ回復ロック解除、そして非生成ですかをできるとかの方が絶対強いんですよ。だから、意外と火力枠として強いように見えて、別にそんな強くないんですよ。結局このキャラってネタ要因とか、あとはまあ周回で強いかなぐらいの感じなんですよね。で、でも一個例外があって、めちゃめちゃ火力の低いパーティー。めちゃめちゃ火力の低いパーティーにおいてはダースモール超強いんですけど、皆さん考えてください、火属性今。誰がいますか？ロザリン、シールフ。どこが火力低いんですかね？もう最強じゃないですか、あいつらってはっきり言って逆に言えばもう。そんな火力高いパーティーにわざわざ入れたところで別にこいつの50倍エンハンスいらないよねっていう。ね。だって結局さ、ロザリンパーティーとかシェルフパーティーにゴーザンズとか入れるとさ、全然普通にこいつも完走するんですよ。そう。7強3つに非コンボ強化2個しか持ってないやつが上限解放を狙えるみたいな。そういうレベルなんですよね、火力って。だからわざわざ50倍エンハンス打つ必要もなくて、ってなると、意外とコストの割には別に使い道もそんな将来性もないよねっていうのが僕の正直な意見です。ただ、やっぱネタ要因としては面白いし、このスキルには無限大の可能性があるんで、これから使える可能性ももちろんあります。なのでどうしても不安って人は交換してもいいです。僕の意見としては、攻略においては別にいらないし、周回においてもそんなに使われないのかなと思ってます。正直。なぜかっていうと、こいつのスキルがなくても、今まで散々周回ってもうできてるから。そう。別にこいつが増えたところでそんな環境変わんないじゃないですか、絶対。結局、ダースモールよりグラビティの方が強いんですよ。結局ね。だから、僕の意見としては、そこまで無理して交換する必要ないのかなと思っております。はい。まあ、ただそれでもですね、交換したい人もいると思うんで、そういう人はぜひ交換してあげてください。僕の意見は、ダースモール、黒メダルカツカツな人はする。ない人はもちろんする。めちゃめちゃ余裕ある人は、まあ、余裕って言っても黒メダルまあ10枚ぐらいは最悪でも欲しいかな。次も絶対交換できるぐらいの状況の人は、欲しかったら交換してもらえればいいかなと思います。そんな感じが僕のダースモールを交換するべきかに対する意見でした。あと、BB8 に関してはこいつ二重メダルなんで、絶対確保してください。まあでもそんな別に強いわけじゃないんで、めちゃめちゃ無理して確保しろとも言いませんが、まあ取っておいて損はないんで、ぜひ確保しておいてください。そんな感じが今回のダースモールとか、ダースモールとか BB8 の交換所解説でした。ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。